<laughs> <laughs> やばい はい、皆さん、こんにちは。トツです。本日はスパイファミリー、えー、こっちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、とうとう本日ね、えー、この作品第1話放送されます。えー、僕個人としてもね、非常に楽しみにしていたし、何より、もうツイッターとかね、この YouTube 見てる皆さん、今季春アニメに関して、このスパイファミリーだけは外さないで見てくださいっていう声が非常に多かったです。その声にね、背中を押されて、まあ、今回見ることを決めたんですけども、僕がネタバレ嫌いなの知ってるから、皆さん作品名だけね、言って、まあ、面白いんですよ。面白い いですっていうことだけだったので、まあ、正直この作品のねどういうジャンルで内容なのかっていうのがわかっていませんなのでまず今回はねこの第1話を見ていって でこういうお話なんだなっていうその大枠これをね掴んでいきたいなと思いますそもそもこのスパイとファミリーがさ合わさるっていうのかもうよく分かんないんですよ家族でスパイやってるのかまあ、家族みたいなスパイなのかそれがまたバトルものなのか、まあ、ギャグなのか日常系なのかラブコメなのかねそれくらいは把握しといてよって声もあるかもしれないけどそれを把握するために例えばホームページとかにあらすじ読んじゃったらさなんか映像の中で知りたいなみたいな情報も、ね ね、なんか手に入れちゃうかなと思っていて、まあ、今回も相変わらずゼロからのスタートですえというわけで第1話なんでね早速見ていきたいと思います、えー、皆さんもぜひ録画したものもしくは「ビデオンでワン n 使って一緒にお楽しみください簡単なごめんなさいました本編スタートですさあ始まりました、えー、これはどこが舞台のお話だ 大使館。うん,んブレーキが効かない。ほ、は、う、あ。えああえへ落ちちゃったけど。やば。死んじゃったんじゃない今の。事故死。だからもう偽装してあれだ。殺したんだ。うん。ああ、分かってらっしゃる。あウェスタリス。 うん。聞き慣れない国の名前と今の国の形。アニメオリジナルなんだね。この世界観は。たそがれ。これが主人公かなえ <laughs> ずら <laughs> うん。え、ね、それで辞任にもうよっぽどあれなんだろうね。カツラなのバレたくないんだろうね。えちょっと待てよ。 同じなんだけどどういういこともしかしてあれ今の方がこっちがあれなんじゃない黄昏なんじゃないのほら <laughs> うんなんか主人公にしてはちょっとしょぼいなと思ったのよ今のいやーかっこええやんうんクールな感じだねで変装とかが得意なのかな今の感じは ああ、さっきのあれ娘えなんでなんで一緒にご飯食べてんのなんかあるのか接近する理由が、この娘に。ええどういうことどういうこともう用済みさっきのあの写真が手に入れば、あれなのかなうん。 眼鏡もだメ眼鏡なんだうんけど「スパイファミリー」ってタイトルだし今結婚してないような感じだったけどこれから家族とかがえ何ああじゃあ今の人も仲間なんだで暗号でできてんのこの新聞がおすげえ うん。ああ、で、これで何次の依頼はあ。ああ、やっぱり。うん。え総裁うん。うん。ああ、殺すことではないんだね。え、え <laughs> 結婚して子供を こさえる <laughs> ちょっと待って。子作りもすんの、うん。そんな長期的な計画なの子供大きくなって。え <laughs> いや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 意味がわかんないんだけど。いや、それ。えじゃあどういうこと 入学できるくらいの子供があれだよね。うん。こさえろっていうのが冗談だとしたら、組織があれなのかな奥さんと子供を用意してくれてくれるのかなで、その二人もまた常人ならざるなんかさ、スパイとしての能力があるとか。それともやっぱこの、うん、黄昏が、 自分で用意するのかなの家族になる人。ああ、だからスパイファミリーなんだね。ああ、で、早速物件を見てるね。何を見てるんだけど。ああ、そういうのをね、さすが。ああ、で、なんかもう、顔、声色が違うね。うん、もう装ってるんだ。え、これで、 読んでいいの黄昏じゃなくて。ロイドが、このキャラ面になるのかな <laughs> それで <laughs>、これから決める <laughs>。だからやっぱロイドがね、選ぶんだろうな。自分で。うーん。だから、養護施設とか、うん、そういうことだね。え雑 まあなんか酒飲んでるような顔だしうんはあそういうのもあんのかけど子供はけどこうやって一人ってなると普通のあれなんだね超強い家族とかさそういうのもあり得るかなと思ったけどあえ めっちゃかわいいじゃん。あーにゃん。<laughs> え不気味どこがようん。なになにこの音うん。あちょっと年下になるのかなえ同い年ちっちゃいね。えおかしくないなんか。 六つってさ、そもそも、ロイド、口に出してないんじゃないああこの音といい、あのキラキラといいさ、この子、もしかして、超能力者相手の思考が読めるんじゃないいや、それは、んまあ、けど、一緒に受けてる子の思考を読めば受,け受かるか。 いや、絶対そういう力あるよ。うん。あ <laughs> やば。それももう、ば <laughs> れ<レ>てる <laughs>。読まれてる <laughs>。で、わくわくってことは何スパイになりたいのはう、あ、ん。ああ、じゃあ、その組織みたいなのもまた出てくんじゃないこの子を追って。 うん。そうだね。うぃ <laughs> 激かわ。<laughs> <laughs> やばい。アーニャがツボすぎる。<laughs> やばい。めっちゃ可愛い,いわ。うん、そうだね。うーん。 これから好きな時に好きな,時好きなものを見れるねうんまたスパイの番組だこういうの見てたからあれなのかなさっきワクワクしてたんじゃないうん,んああちょっと一人でいいのはあれなのかな寂しいのかな一緒に来たのかああ一緒に来てる えサイレンサー付きってことそういうのを使うようになるのかなアーニャは。いやいやいや先行かないで。<laughs> うん、目離した隙にね、どっか行っちゃうから。あー、つないであげたね。いや、このアングルいいな。<laughs> また読んでる。<laughs> え あ,あ何、な敵がいると思ってんの <laughs> もうめっちゃ可愛いんだけど。いやいや、いや違う違う。そういうことじゃない。ロイドじゃない。うん、いや、もう好きだと思うよ。生き物。和平 <laughs> ピーナッツ。うん、一緒。 うん一緒あああれでベーコンって読んじゃったのかな今のお,うお金持ってたんだうん恥ずかしい <laughs> やばいやばいバレちゃうバレちゃういやーまずいね変えられたら <laughs> お買い得 <laughs> うん。いや、ロイドくん、いや、切り替え早 <laughs> 意外とあれだね、弱いね。んあー、もう眠くなっちゃったのうーん。えぇ、ー、うーん、かわいいわ。<laughs> マニュアル <laughs> そんなに <laughs> うん。 いや、早っ速読か。うん。いや、こういう格好もいいね。うんね子育てってな、すごいよねな。意外とこういうの勉強していい親になりそうだけどね、ロイド。え ええー、まあけど、そう言いつつも、まあ、あーにも戻りたがらないし、戻す気なくなっちゃうんじゃない <laughs> 勉強したくないってね。あー、ちょっとね、疑ってかかってんだろうな。うん。あー、やっぱそういうこと考えてたんだ。うん。いや、今も聞いてないかね んうんああダメなのあ <laughs> 置いてかれちゃうあこれついてっちゃうんじゃないいやほらあー気づいたうんいやしつこいねうーんじゃさすがロイドさんよく気づく <laughs> もうスパイだからね うん。えー、<laughs> しかもガタガタしてる <laughs>、うん。うん。うーん。なあ、そうだね。ああ。え、入試問題うん。じゃあ、青いのもう確実にこれで入れるね。うん。 はあ、じゃああれもう、うん。あ,あ書いてない。やっぱあの能力であれなのかな戻されちゃったのかなああ、なに黄昏としてもいろんな顔持つし。 いやーけど、その情でいつかなんかピンチになることもありそうだね。だからこれに奥さんもできて子供で、もう本当の家族にゆくゆくなっていくんだろうね。<laughs> 一人で。<laughs> うんもう、常日頃忙しくても。爆弾あ、えあ、やばい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 。 <laughs> 鍵開けられちゃうんじゃないあ、もうこれ開けたのいや、やめやめ勝手にいじらない方がいいよ。うん、なんだこれ。あー、通信機器。いや、あんまいじると、ええ、<laughs> ちょっと待って、ちょっと待って。あーにゃ。つながいちゃったのどっかに。あー、この人たち。ん 黄昏参上いや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 撃てたってことモールスみたいなのが撃てんのたまたまいや、ヤフーじゃなくて <laughs>、やらかしちゃったんじゃないこれ、かなり。やばいこと。あー、でね、これ、いじったのもバレちゃまずいし。うん。いやいやいや、それは多分、ロイドは、うん。 ああ、これはあれなのうん、出てきそうだな、今の3人。うん。けど、逃げてきたって言ってたもんね。あ、帰ってきちゃった。いや、それ、やばいよ。<laughs> 入るのに一苦労だね。ん何あ、出てっちゃったの あーにゃそういうことあ、えいるじゃん。ちょっと待って待って待って。侵入者。ああそこにも。あ、それに気づいてたのか。さっきのあの反応は。ああ、戦ってもやっぱ強いんだな、ロイド。すごい。あ、てか、あーにャ無事あ、それよ。どっか隠れてるかね。えやば。 うん。うん。やっぱ、俺この、さっきのあの、モールズ信号で来ちゃったのかなこいつら。それとも、ああ、やばいやばいやばい。さあ、始まったかな始まったね。ああ、にゃ。いやいやいや、大丈夫なんかこの、読む力でなんとか脱走したりできないかね。うん、やっぱそういうことだったんだね。 <laughs> あれは出さないようにしてたんだよ、ロイドが。うん、人質。ああまたそれであれなのか、こいつ。さっき見覚えあるなと思ったらえー、容赦なし。あ <laughs> そうね。欲しいやつ。まさかの悪役が持ってたね。うん。ああ今の喋ってなかったんだ。 こいつの思考なんだ。え戻ってきたロイドとかなんじゃなくてあわかった。これロイド。こっちがロイドだよ。で、あれ被せてる方がこいつなんじゃないいや、絶対さ、ほらほらほら、後ろ行ってるもん。だって、アーニャのところに。やっぱりね。なんか変装得意だから、あーもう、うナイス。 うん。あ、で、アーニャもあれだろうね。思考が読めるからさ、これが父だってわかるだろうね。いや、おじさんって言ってるけど。ああ、もう安心して。うん。ああ、ロイド、ロイドも、幼少期、ああ、なんかいろいろありそうだな。 まあ、いろいろあるから、今のこのスパイとしての活動の、あれなんだろうね。基礎があるんだろうね。そういうふうに育てられたんじゃないだって。うん。<laughs> いや、まあ、あーにゃも、あれか、他人のふりするんだ。えうん。ああそうやって言って逃がそうとしてんのもしかして、この優しい音楽といい。 うわあ、うーん。え、けど、アーニャ的には、いや、もうロイドと離れるのはどうなんだろう。うーん。いや、ロイド優しいじゃん。あ、はいだ。うーん。いや、 ちょっと今のも全部聞こえてるんじゃないああ、にゃに。あ、罠おお、なんだ粉塵爆発でもさせようってか。ああ、あれか。もう見えないようにしたのか。ああ、やっぱそれもあるよね。ああ、もう体術もすごいんだね、本当に。うわあ、一瞬で。あっ もう銃口を突きつけてるうん姿をね見られないようにうんあのあいつか娘 <laughs> うんえっほくろの数までうんそんなことをしてたんだあの娘もうん うん、あもう娘がある種人質みたいな感じなんだ人質返しじゃんこんなのいやどうしたかなああにゃいるんじゃないどっか隠れて待っててさいやほらいるじゃん <laughs> もう父がかわいすぎる やば、あーにゃ。なんか、四つ葉と同じ何かあれを感じるんだけど。<laughs> うん。そうだよね。おうち。<laughs> えぇ、ー、やばー。 ああ、兄貴ちゃん。うん。うん。二人の家にね。ああ、ええ。もうダメなの、マスコ。まあ、そりゃそうか。<laughs> 優しい嘘だよね。うん、そう、かっこいい。 いいの出てたら。ああ、とりあえずそれはやんなきゃね。うん。いや、めちゃくちゃいい。さあ、今度はああ、あれか学校かこれ。この金の音は。またオーソドックスな音だね。ああ、試験来たね。けど答え知ってるからな。うん。ああ、なに結局読むの <laughs> できない。できる子がいないやん。え、けど暗記はしてたんじゃないのあれ。うん。ああ、やってたのがここで生きてくるのか。今の演出は。うん、結局自力なんだね。う,ん、うん、おめでとう。入閣できたね。<laughs> なんか、今のロイド。 いやいやいや、もう完全に親子な感じですけど。<laughs> やばー。ああ、入ってもらわなきゃね。ダメだったから。<laughs> 大丈夫だよ、お父さん。ああ、終わっちゃった、これで。ええー、面白い。いやー結構あれなんだろうな。このスパイとしての活動のお話っていうのが、 まあ、後半は結構描かれて、シビアな部分もあると思うんだけども、まあ、その、この父、父と、このアーニャのやりとり、親子として、まあ、ここに多分そのうちお母さんとかも出てくるから、この家族でののほほんとした空気っていうか、ちょっとクスッとする空気、これ、またいいよね。いやー、絶妙なバランス。 もう、てか、アーニャがかわいすぎる。<laughs> 話し方もだし、声もだし、見た目もだし、今季のチビキャラの中でも、ダントツに好きかもしれん。<laughs> そして、このロイドも、ああ、えうんまだあったんだ。いや、おしゃれだね、曲流れながら。うーん、名乗った。 お父さんしかまだいないけど、<laughs> 存在しない <laughs>。何が届いたんだろう <laughs> 起きないねん。ん何だろうその顔え。えああ一緒に寝るって <laughs>。やば <laughs>。えめっちゃいい、ほんと。んで、 あれだね、もう安心しきって寝れるんだね、ロイド。いやー、うん、そうそうそう。気許してるってことじゃん。あーあ、いやに。うん。それ中身何いい電光。うん。ああ、今度は、あ一時試験だったのね。うん、ってことは三者面談だから、<laughs> お母さん作らないと、今度は。 さあ、次回予告、ネクストミッションだって。ああ、さっきのあの人、何一緒に戦うみたいな感じなの え <laughs> 今の妻の役をやろうとしてたのかなあの人とか。けど今一瞬チラッと最後の方に黒込みの女の人が映りましたね。多分あの人が最終的にあの家族の中で奥さんになるんでしょう。それで一体三者面談がどうなるのか、まあ、ここ楽しみにしたいと思います。はい、というわけでね、皆さんのこのエピソードに対する感想だったり、僕の歴史に対するコメントをお待ちしております。以上、動画とをご投お届けしました。バイバイ。